皆さん、こんにちは。飯能桜祭りを開催します。期間は3月28日土曜日から4月12日日曜日までです。メイン会場は中央公園です。関連イベントとして4月1日水曜日から12日日曜日17時から22時まで飯能夜桜祭り、ぼんぼり、ちょうちんの雰囲気と夜桜が楽しめます。3月28日土曜日から4月5日日曜日9時から18時まで花と植木の販売、4月3日から5日、10日から12日までスイートンや味噌漬けまんじゅうなどの模擬店を出店します。ステージイベントは4月4日土曜日がよさこい踊り、5日日曜日は飯能屋台囃子大会とポップスコンサート、11日土曜日は民謡大会、12日日曜日はバトントワリングと歌謡の集いです。ぜひ会場にお越しください。お問い合わせは観光エコツーリズム推進課、電話973-2124でお願いします。埼玉県議会議員一般選挙のお知らせです。投票日は4月12日日曜日です。投票時間は7時から20時までです。投票できる方は平成7年4月13日以前に生まれた方で、平成27年1月2日までに飯能市に転入を届けて選挙人名簿に登録され、引き続き飯能市に住んでいる方です。他市区町村から転入した方は1月3日以後、県内の他市区町村から飯能市に転入の届けをした方で、転入以前の所在地の選挙人名簿に登録されている方は転入前の市区町村で投票することになります。期日前投票の期間は4月4日土曜日から4月11日土曜日までの8日間です。時間は8時30分から20時までです。会場は市役所1階101会議室です。持ち物は投票入場券です。お持ちでなくても投票はできますが、お持ちいただくとスムーズに受付が行えます。投票入場券は発着はがきで郵送します。当日投票することのできる投票所は投票入場券に書いてあります。ご確認の上、お間違いのないようにお願いします。詳しくは広報飯能3月1日号をご覧ください。お問い合わせは飯能市選挙管理委員会、電話973-2111へお願いします。市民会館からのお知らせです。レニングラード国立舞台サーカスが飯能にやってきます。レニングラード国立舞台サーカスはサーカス大国ロシアでもトップクラスの人気と実力を持つサーカス団です。空中ブランコや熊の曲芸など興奮と感動のステージをお楽しみください。日にちは7月24日金曜日です。時間は1回目が
12時開場、12時30分開演。2回目が14時30分開場、15時開演です。会場は市民会館大ホールです。入場料は前売り3000円、当日3500円です。チケット販売は4月10日金曜日9時から市民会館、4月13日月曜日9時から市役所市民参加推進課で行います。チケットピア、E プラス、ローソンチケット、高覧車でも販売を予定しています。3歳未満は膝上鑑賞無料です。駐車場には限りがあります。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。お問い合わせは市民会館、電話972-3000へお願いします。子育て総合センターからのお知らせです。森の幼稚園春のワクワクイベント、森の探検と竹のおもちゃ作りを開催します。自然観察会と森の竹を作ったおもちゃ作りをしましょう。日時は5月10日日曜日、9時30分から11時30分までです。対象は幼児から小学生の親子です。定員は15組で、費用は100円です。持ち物、服装は軍手、森での活動に適した服装、運動靴、水筒、帽子などです。お申し込みは4月9日木曜日8時30分から子育て総合センターへお願いします。車で来場する方は三杉台小学校の駐車場をご利用ください。お問い合わせは子育て総合センター、電話978-8415へお願いします。体育課からのお知らせです。プロ野球イースタンリーグ公式戦を開催します。対戦カードは埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズです。日時は4月19日日曜日、12時15分開場、13時試合開始です。会場は飯能市民球場です。入場料は大人1000円、小中学生500円です。ぜひ会場にお越しください。お問い合わせは体育課、電話972-6028へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所秘書広報課でした。